さん、こんにちは。顔よし、声よし、姿よしの二枚目役者として多くの女性を魅了している片岡仁左衛門さん。半世紀近く名乗った片岡孝雄の方が馴染みがあるかもしれませんね。20代の頃からドラマや映画で活躍し、本領である歌舞伎との並行活動を成功させた先駆けです。しかしその片岡仁左衛門の家系には歌舞伎界の歴史に残る大事件があり、呪われているとまで言われた過去もありました。今回は片岡家に起きた事件と15代目片岡仁左衛門さんとその子供孫についてご紹介いたします。立ち役の第一人者であり、色気のある二枚目として女性ファンも多い片岡仁左衛門さん。上方歌舞伎から江戸歌舞伎まで様々な役柄を演じ分ける大役者です。屋号は松島屋。1944年3月14日に大阪で生まれ、5歳で初舞台を踏みますが、上方歌舞伎の低迷を機に23歳で東京に進出。西と東の違いを肌で感じながら芸道を歩んできた経験から自らを無国籍と称しています。出世芸は20歳の時の女殺し油の地獄の不良少年与平役。若者らしいしなやかな姿と悪に染まっていく心の相反する魅力が絶賛されました。坂東玉三郎さんとはその美しさから玉コンビと呼ばれて話題になりました。15代目片岡仁左衛門さんは妻の広江さんとは1966年に22歳で結婚。東京に拠点を移したのはこの少し後のことでした。広江さんは小学校時代の同級生で、当時は女ターザンと呼ばれていたのだとか。ターザンといえばジャングルの平和を乱す悪党を懲らしめる密林のヒーローで、男らしく野生的な男性の象徴です。そのターザンに例えられるくらいですから、おてんばな女の子だったのでしょう。バイタリティにあふれ、縁の下の力持ちとして家族を支える広江さんには全く頭が上がらないようです。今は女ターザンの面影はありませんが、無邪気な子供時代のあだ名さえネット上で拡散されてしまうところに SNS 時代の怖さを感じます。片岡仁左衛門さんは8人兄弟姉妹の7人目三男として誕生しました。長兄に片岡雅刀さん、次兄に片岡秀太郎さん、妹に女優の片岡静香さんがいます。雅刀さんは三兄弟のまとめ役として欠かせない存在。人間国宝の秀太郎さんは髪型色の濃い古風でたおやかなお山。2020年2月には父片岡仁左衛門さんの27回忌追善として2月大歌舞伎に3人揃って出演。85歳78歳75歳のベテラン兄弟が熟練の芸を披露しました。大名跡片岡仁左衛門は当代で15代目。初代は元禄時代に大阪で活躍した名優でした。当代の父13代目は昭和後期の歌舞伎界の重鎮であり人間国宝。盲目となった最晩年も立ち役として舞台に立ち続けました。母の清子さんもすでに他界しています。15代目片岡仁左衛門さんが父13代目から名前を継ぐきっかけとなったのは、自身が病で生死をさまよったことだそうです。15代目仁左衛門さんは1993年大場性肺炎から脳胸と食道亀裂などの重い病を得て1年間の休園。その時は病床ではこのように考えていたそうです。実は病気になる前に父と当時の永山武臣松竹会長の間で仁左衛門という名跡を私が15代目として継ぐ話が決まり、そのことを伝えられました。私は随分悩んで兄と話し合い一度はお受けする決心をしたんです。でもやっぱり自分の中では本当に三男の自分が継いで良いものかと悩み続けていました。そうしているうちに病にかかり、一時は生死の境をさまよいましたが、病と戦っている最中に思ったのは、神様が名前を継ぐことを認めてくださるなら死なないだろう、逆に資格がなければこのまま死ぬだろう、何事も神様の御心次第、そういうことでした。そして一命を取り留め
私は悩みも吹っ切れて名前を継ぐ決心をしました。それからは毎月の歌舞伎公演の宣伝を見て、舞台に立っている人たちが羨ましく、自分も早く舞台に立ちたいと思っていましたね。生きながらえたということは、神が自分が仁左衛門の名を継ぐことを許している、そう感じ襲名を決意した仁左衛門さんでしたが、仁左衛門を継いだ後に父と共演することは叶いませんでした。父は前月の京都顔見世公演中に倒れてね、私と同じ舞台に立つと言ってギリギリまで頑張ってくれていましたが、残念なことにそれは叶いませんでした。このような経緯で15代目片岡仁左衛門の名を継ぎましたが、今や息子の片岡幸太郎さん、孫の片岡千之助さんと、その精神は受け継がれています。しかし片岡仁左衛門の家系には過去にその存続が危ぶまれる大事件が起きていました。それが12代目片岡仁左衛門およびその一家の殺人事件です。戦後間もない1946年の3月16日に東京の渋谷区にある12代目宅で強盗殺人事件が起きました。事件の犯人は歌舞伎の脚本を書く座付き作家の見習いだった当時22歳の間、彼は12歳の妹と一緒に12代目宅に身を寄せていましたが、事件の日の明け方、就寝中だった当時63歳の12代目とその妻敏子さん、当時2歳だった息子、住み込みで働いていた69歳のお手伝いさん、さらには自身の妹の計5人を殺害、現金約600円、現代の価値に換算すると約100万円を盗んで逃亡しました。当時絶大な人気を誇っていた役者の一家が壮絶な殺人事件に巻き込まれたことは日本中の関心を呼び、新聞で連日報道されるようになります。すぐさま全国指名手配された間は、事件から数日後に逃亡先の宮城県で逮捕されました。当時の報道によれば、間は犯行動機として12代目や家族たちが3食白米を食べる一方で、自身や妹は量の少ない配給米ばかりだったことや、夫婦から毎日嫌味を言われたり、叱責を受けて不満がたまったことで犯行に至り、止めようとした妹まで勢い余って手にかけてしまったと供述したと記録されています。しかし間は弁護人から、犯行動機を食べ物の恨みといえば減刑されると聞いて嘘の供述をしていました。12代目宅では住み込みの人たちとも区別せず食事をしていたようで、12代目仁左衛門は知人の意地である間を気にかけていました。本当の動機は単純にお金だったそうです。しかし周囲の役者からは間の評判は良くなかったようです。12代目と交流のあった役者が言うには、間が歌舞伎の楽屋に出入りするようになってから紛失物が増えたそうです。仲間の役者さんたちからは、いつか後ろ足で泥をかけられますと忠告されていたそうですが、12代目は間をかばっていたそう。しかし報道で食べ物の恨みと散々書かれたことで、世間からは住み込み人に食べ物を与えず恨まれて殺された人の子として生き残った親族は無視されたり、いじめにあったりしたそうです。当時歌舞伎の興行主である松竹や役者仲間も12代目の人柄を警察に証言するなどフォローしたようですが、汚名を晴らすには至りませんでした。一家が惨殺された12代目でしたが、奇跡的にその長男は役者修行に出向いていたようで生き残りとなりました。我こそが13代目仁左衛門たるべきとの自覚から、本来は5代目画道であるべきところをあえて13代目片岡画道と名乗るようになります。しかし彼は親まであるがゆえに13代目片岡仁左衛門には至りませんでした。そんな長男でしたが、その功績が称えられ、14代目片岡仁左衛門の名を死後間もなく追贈されています。その14代目から継いだ当代の片岡仁左衛門さん、今や79歳の大御所ですが、なんと半年前に不倫が報じられています。37歳年下の壇蜜にの色気のある美人と2年以上にわたって不倫関係にあると某週刊誌の2022年11月1日号にて報じられました。
この女性はもともと仁左衛門さんのファンだったようですが、2020年3月頃からプライベートで会うようになり、やがてウォーキングに同伴し、同年7月に大阪のホテルで結ばれたといいます。仁左衛門さんは芸一筋の真面目な役者として知られており、これまで不祥事が報じられたことはありませんでした。こういう堅物でも不倫しているのであれば、歌舞伎界はやはり遊びは芸の肥やしという言葉が未だに生きている世界なのではないかと疑いたくなります。これだけの大御所に不倫が報じられたら、例えば何度も不倫が報じられてきた八代目中村芝翫さんに注意できる役者などいないことでしょう。また13代目市川團十郎を襲名した海老蔵さんや香川照之さんの乱行を誰も咎められないのではないかと思われます。もしかしたら歌舞伎役者の不倫に目くじらを立て、テレビのように不倫が報じられたら降板という対応をしていたら、興行が成り立たなくなるかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。